彼自身が本当にいいやつで、こう本当に前向きにこう現場にいてくれたことが、とてもこう限られた時間の中で、限られた予算の中で、本当にこう切磋琢磨してやる作品ではあったんですけれども、何かとてもいい思い出だけしか、いい思いを残せた、そういう作品だったなというふうに思ってます。天国の三浦さんにこの受賞、どんなふうに伝えたいですか？そうですね、本当にこれは春馬くんにもらった賞だというふうに思っていますし、春馬くんの思いがたくさんの人たちに届いた、そういうふうに思ってます。ありがとうございました。読者選出日本映画監督賞を受賞した田中光俊監督でした。